はい、続いてのコーナーは中国人富裕層の世界ということで、今日スペシャルなゲストをお招きしております。黄金茶室を、販売されている松屋さんです。松屋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。黄金茶室ですよ。はい、楽しみにしてました。はい、はい、これ今ものすごい、中国をはじめね、お金持ってる新興国の間では非常にこの話題が広がりつつある、はい、日本初の伝統工芸なんですよ。素晴らしいですね。黄金の茶室です。うん、その真相に今日迫ろうということで、はい、今日は中国上海でしたっけ。はい、上海です。上海の方からお越しいただきました松屋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそもあの黄金茶室って何なんですか、はい、っていうところからね、はい、話を聞いてみましょうか。そうですね、もう資料を早速出しちゃって。あ、お願いします。はい、これあの先月、はい、富裕層向けの雑誌に出稿したんですが、はい、これですね。お、まさにこれ、これ載ってるのはひょっとして松屋さんですか。そうです、これ僕です。おー、和服を着てなんか金キラキンの茶室にお立ちになって、はいはい、そうですね、素敵ですね。あれです、あの豊臣秀吉が作ったと言われる、利休が監修で作ったと言われる黄金の茶室を現代に再現してるやつです。あ、でこれが今ですね、はい、中国人富裕層の中で非常に話題になっていると、はい、でこの CEO っていう雑誌もこれ中国の雑誌ですよね。そうですね、これはそうですね。特にこれは富裕層が属する会員向けのサロン、うん、お金持ちクラブです、分かりやすく言うと。そこの VIP 会員向けで発行されている雑誌で、うん、7万冊ぐらいしか発行されてないんですね。でこれを読んでる方は収入が最低レベルで1億円からの無限、ね、になるとどんなぐらいの人がいるか分からないというところです。だから出向費も本当にバカにならなかったんですが、まあ、金の茶室の価格が2億円に設定してますので。あ、2億円、はい、この黄金茶室っていうのは販売価格が2億円、はい、2億円、日本円で2億円です。中国元で1200万元です。あ、そういう価格設定ですね。不良はそのお金持ち の, そのご自宅に、はい、あなたのお家に黄金の茶室を作りますよ、日本の伝統工芸で。そうです、そうです、っていうようなコンセプトですね。そうです。でこれその豊臣秀吉がもともとこの黄金茶室っていうものを愛して、はい、で要はそのなんだろう、お金持ってる人は、はい、さらにどん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 雪だるま式にお金持ちになりますよっていう、はい、そういう、そうですね、あれなんですコンセプト。名前は茶室にしてるんですが、やっぱり中国の方は日本ほどこう茶室の文化っていうのがないので、茶室でこうプロモーションするよりかはそういった権力と金運の象徴という、うん、これプロモーションの文章にしてるんですね。まさに権力の象徴ですね、はい、豊臣秀吉が、ね、愛した黄金の茶室ですからね。だからこれ文章はですね、世界最強の 金を手に入れませんか。あ、中国語で書かれてますね、はい、そうです、そうです。それで中国まだ売れてないので、一人目の所有者になりませんかと、完全に中国人目線でプロモーションを書かせていただきました。これ中国人の富裕層って、はい、まあ、あちこちでいろいろ話聞いてますけど、まあものすごい金持ってるんですよね、はい、ありますね。だから日本にいるとこういうのがこう売れるかどうかなんて思考回路にならないんですけど、やはり向こうで行って富裕層マーケティングやってると、うん、僕これを初めて見た時にもうこれ売れるって気づいたんですよ。だから売るために何をするかっていう思考回路で、こんなちょっと恥ずかしいんですけどパンフレット作ったりしてやってます。で本当はこういうものを皆さん見たことない場合、中国の方っていうのはまずこうこれが本当にあるんだという信用なんか全くしてくれないので、うんうん、どういうふうにこの金の茶室をこう紙見た時に信用してくれるかってなった時に、有名な俳優を使えばね、分かってくれるかなと思って、ジャッキー・チェーンこういう、はいはいはい、どれぐらいしてくれるかなと思って調べて、ジャッキーチェーン20億円いるとか言われて、あ、ジャッキーチェーン の, そのモデルになってたのに、モデル代が20億円で、ちょっと僕それ20億円なかったので、あ、だから僕ただじゃないですか。だから僕はそれは自分がモデルになると、そうしたら僕がこうやって出すと、あ、お前が映ってるから本当にあるんだなっていう、この作成しかないなと思って。あ、でもジャッキー・チェーンが黄金茶室に立ってる姿もちょっと見てみたい、見てみたい、そうでしょ、ね、だからもうちょっと僕これが売れて余裕が出ると、うん、ジャッキー・チェーンと僕で出ようかなと、うん、はい、これあの、まあ、中国で販売展開されてるってことですけど、はい、ひょっとしたら香港の方もね、なんかこういうの欲しがる方とかもいそうですよね。あ、それはあの私も最初中国にたまたまビジネスで行ったから中国から始めたんですけど、うん、これアジアとか、あとは向こうの方ですよ、ドバイ含めた、そうですね、向こうの方もあのチャンス大きいあるなって本当に気づいて、はい、
これ今の中国だけではもったいないなというのが正直な、うん、これ、ね、キーワードは、はい、まあまずお金持ってて、まあ、とんでもないお金持ち で、はい、で親日で日本の伝統工芸とかを欲しがってる人で、はい、金が好きな人そうですねですよね、はい、このキーワードどこにあるかって言ったらもう多分中国とドバイなんですよね、はい、なるほど。もう僕はもうピキーンってきて、はい、いやもう中国ですでにいろんな人脈持たれて展開されてるってことだから、はい、ぜひこれのね販売代理店をちょっと僕にドバイでやらせてくれと、そんなお話をね、はい、この間打ち合わせさせていただいて、はい、これ僕ドバイで行ってこうと思ってるんですよ、黄金茶室。黄金茶室すごくいいと思います。そうですね、はい、でこういうのはマーケティングデータがどうこうじゃ言うんじゃなくて、はい、やってみないと分かんない世界なんですよ。でこんなだいたいこんなに意見言う人は買える人じゃないから、そんな意見は全く聞かなくてよくて、あ絶対買う人がいると思ってて、 そうですね、その人の目にこれが触れるかどうかの勝負だと思います。であとはね、多分こういうのってその実際現地を見てる人であればあるほど、うん、これ売れるって思うと思いますよ、はい、で中国とかドバイとかのね現状をその知らない人、見たことのない人は、はい、多分ほとんどの人が、はい、こんなの売れるわけないじゃんって思うんですよ、はい、でも実際に行ってみるとなんかこういうの買う層がねいるなっていうのに気づくんですよね、はい、だから私もこのプロジェクトやってる大きな2つの意味があって、うん、こんなんが売れるかもわからないと思うようなマーケットがあるんだけど、日本のメディアってそれ伝えてないでしょ。伝えてないですね。で特に中国なんかは悪いニュースばかり注目させて、ね、皆さんが中国行かないようにしてるんですけど、うん、本当はすごいチャンスがあるんですよね、うん、でこれが売れると僕みたいにこう単身で乗り込んでるやつがこんなアホなプロジェクトやって売ったってなると、うん、みんなの目が変わると思うんですよ、中国、うん、アジアを中心としたマーケットの、うん、やっぱりそういうところを気づいてほしいというのと、うん、もう一個あのこの金の茶室というのは日本 の伝統工芸の最高峰なんですよね、うん、でこの数寄屋武神という建物を作る技術、釘一本も使ってないんですよ、うん、で刺し物っていう技術で作ってる。でこういう金箔を貼る前はこれ漆を何層にも塗ってるんですけど、うん、この薄い金箔を均一に貼れるように漆を塗る技術っていうのも難しいんですね。もうそれも日本ならではのね、日本独特の伝統工芸ですよね、はい、そうなんです。でそういう職人さんが待っています。でその後金箔を貼る金箔師さんがいます。でこの広い面にこの一部屋で10センチ以上の金箔8000枚貼ってるんですよ。でこの8000枚をこれだけ均一に貼る、また金箔師さんというのも少ないんですよね。だこういう1000年続く日本の伝統工芸師さんはすごい技術を継承しているのに、今仕事なんて食べていけてないんですよ。でもこういう大物が売れると、その方々の半年から1年分の収入になるわけなんですよ ね、 そうですね。だからそういう技術を継承していくという意味でも、こういうものを、うん、あの海外、今日本売れないから海外のマーケットでそういう仕組みルートを作りたいな。そうですね、はい、今日本の伝統工芸って今おっしゃったようにね、はい、そのやっぱり販売がどうしても低下してるから、はい、職人がどんどん減ってて、はい、飯食えないから、はい、で結局場合によっちゃね、うん、その何百年も引き継いできた伝統工芸がなくなっちゃうかもしれないぐらいの危機感にまで来てるわけですよね、はいはい。だからこう日本国内で守ろうって言ってるんだけど、うん、結局売れないとダメで、やっぱりマーケット外に向けないとね、すごいチャンスある。これはこういう伝統工芸品だけじゃなくて全てのビジネスそうなんですよね、うん、でもそれをなんで日本がねこう気づいてないのかって、これは何かのね、うん、何かのこう言えない。これはやっぱりね、松屋さんおっしゃったようにやっぱりその中国とか、まあ、中東、はい、ドバイの方とかが、はい、今こういう状況になってこんだけの金持ちが日本の伝統工芸求めてるよっていう情報を伝えてないんですよ、はい、多分中国の情報って言ったら、はい、おそらく反日運動のニュースばっかりじゃないですか、はい、そうですね。でもそういうのは流すのでいいけど、はい、光と影両方あると思うんですよ、どんな、はい、そうですね、ね、場所も、うん、光と影の両面からちゃんとね情報を伝えていかないと、はい、多分なんかこういうのをその盲点として流したんじゃないかなみたいな、はい、そこ思いますよね。そう思います。ワールドインベスターズ TV は伝えますよ、はい、その中国のいいところも悪いところも、はいはい、もう光と影両方からね、はい、うん、でもそれはいろんな世界であると思ってて、ね、やっぱりそういうのをきちっと見ていくってことがこれから世界で戦っていって、うん、ビジネスやっていくことなんじゃないかなと。そうですね、はい、ちゃんとした情報をね、はい、で日本のものって基本的にやっぱり売りやすいものが多いんですよ、はい、なぜならばほとんどの国がなんだかんだ言って親日だし、はい、日本の技術とかってすごいなって思ってる国がやっぱ多いんで、はい、それはもうそれはそこがすごくまだチャンスの残ってる部分ですよね、ですよね、はい、これなんかもう漆を何層にも塗って釘一本も使わない で、はい、でこんだけのものをね、はい、多分こういう技術がもう何百年も伝承されてきたわけじゃないですか、はい、それもやっぱり今こういう形でもうリバイバルとして、そうですね、うん、海外にね出していくっていうのはすごい意味があることですよね、うん、でたまたま僕はこういう金の茶室をやってるから面白いということで目立ってるんですけど、うん、本当にいろんなサービスとか食べ物、うん、あとはやっぱり小さいものを含めて日本のいいものをうまく
やれば売れるのに、皆さんそのやり方が分かってないっていうのが残念だなと思って。そうですね、はい、これね、例えば中国の富裕層にこの黄金茶室が一つ売れたら、はい、この黄金茶室をそのベースとして、はい、日本のお茶とか、はい、茶器とか、はい、あとこういう和服までね、はい、売れる可能性秘めてますよね。それはありますね。ね、はい、うん、だから一目大きいハード外物だから、あとはソフトいくらでも入れていかれるなと思って。うん、どうですかアンジー、はい、ご自宅にこれ一つぐらいね、はい、もうこんなのお金2億円ぐらい持ってるでしょ2億円ですね、うん、家にはないかもしれないですね。隠れ資産でそうですね。でも家にあったら運気上がりそうですよね。上がると思いますね、はい、それでやはりこの中に入ると金の持ってるやっぱり力っていうのがあって気分変わるんですよ、うん、まあ、変わるでしょうね、これだってこのね、チラシ見てるだけでなんかこの、はい、来ますもんね。来ます来ます、うん、だからやっぱり皆さんが金のこうなんて言うんでしょうか、こう価値を認める何か金にはあるなと思いますね。やっぱりこの金箔のこの光っていうのはどんな印刷物でもこう表現再現できないんですよ。ですからやっぱりこれにあったちょっと淡い光の中でドアを閉めているとやっぱりここね、何か知れないパワーを感じますね。インドとかはどうです。インド人もその、ね、はい、世界でも最もその金が好きな民族だってよく言いますけど、はいはいはい、インド人の富裕層に向けてこういうのってどうでしょうね。それもいいと思いますね。だから茶室っていうよりもうちょっとデザイン変えてその国に応じたやり方があると思ってて、うん、私ドバイなんかこの間考えてて、ここはもう絨毯にした方がいいかなとか、あちょっと考えてました。ペルシャ絨毯、はい、いやでもあえてここはね、やっぱり日本の畳で攻めた方が、なるほどなるほど、うん、日本らしさをもう前面に出した方が僕はいいような気がしますけどね。現地流にアレンジとかあんましないで、うん、じゃあまずそれでやってみましょうか。そうですね、はい、まあ、ドバイ、あとサウジアラビアですね。サウジアラビア、うん、うん、サウジアラビアの親日度合いも非常にもう半端ないぐらい親日ですから、はい、うん、でやっぱり日本の文化っていうのをものすごい求めてる国ですし、まだまだないですもんね。そうですね、うん、でやっぱり彼らもお茶を飲む文化とか結構やっぱあるんで、はい、アラビックコーヒーっていうのはね別にありますけど、はい、でも紅茶もすごい大好きな人たちなんで、はい、日本茶っていう切り口はすごいいいと思うんですね、うん。あと何かその目つけてる国とか地域ってあります、はい、中国以外で。やっぱりこの間が話されてて、うん、やっぱりドバイっていうのが、いやドバイですか、はい、うん、税金いらないって言ってたじゃないですか。そうですねそこが一番フリーゾーンですからね、はいはい、うん、あと、うん、はい、どうぞ。あと日頃やってと思うのが、僕らがこう起業したのが3年半前なんですけど、うん、サラリーマンでは全くまあまあの成績だったんですけど、うん、やっぱりちょっとねあんまりそのなんて言うんでしょうか、あんまり評価されなくて、うん、でこう中国行った時に初めてやっぱり活躍の場があったなと思ったんですよね、うんうん、それは何かというとやっぱり思い切ってチャレンジできる市場があるんですよ。あ、人がどうこう言おうが、だからこうなんか日本の大企業さんとかも中国行ってるんだけど、やっぱりこう日本の本社のルールとか日本のやり方に縛られすぎてて、うん、すごくいいもの持ってるのできてないっていう市場があって、やっぱり日本の本社側もそれもっと分かると、うん、もっともっとね稼げるんじゃないかなと、ね、だからそういうの何かこうもっとうまくこう、ね、皆さんが理解してもらってもっとチャレンジできるとか、なんか状況になれば面白いなと思いますね。日本はねやっぱりどっちかっていうとその出る杭は打たれる、はいはい、そういう文化っていう環境がありますね、ありますからね、はい、でやはり決定権がそこにないとビジネス全く進まなくて、うん、だからこういう商談もここで買えるの買えないの、お金あるの買う気あるの、お金なかったも忙しいからみたいなノリで話できるんですけど、うん、日本でそういうのしないでしょ。そうですね、だから一歩本当中国なんて東京からでも3時間ですよね、上海なんか、そんな近いところにこういうのが売れるかも分からない市場があるのに、皆さんそれほとんどの人が見てないか、うん、こう見えてるんだけど見えないふりしてるのがすごくもったいないですよね。そうですね、やっぱりなんかメディアに踊らされてる感はあると思うんですよ、はい、その正しい情報ではないにしてもなんかそれをやっぱりどうしても信じてしまう、はい、テレビとかを信じきってしまう、はい、そこはやっぱりちょっともっと中立的なね、はい、なんか目線を持っていただきたいなと思いますね。どうですかこれ、中国人だけじゃなくて日本人も別に欲しい人がいれば売っていただけるんですよね、はい、大丈夫です、うん、日本の場合は中国はいろいろ経費がかかるので2億円にしますけど、うん、もうちょっと安くできますので、うん、あなのでもし日本の方で黄金茶室ちょっと我が家にね、はい、ちょっと作ってみたいなっていう方は、はい、ぜひ松屋さんか、まあ、ワールドインベスターズ TV の方にね、はい、そうですね、まずこちらの方にご連絡、そうですね、はい、かなりディスカウント交渉もさせていただきますので、はい、私の方で、はい、ぜひご連絡いただければと思います。というわけで黄金茶室、はい、これは世界に向けて、ね、まあ、特に中国そしてドバイに向けて、まあ、これから羽ばたいていきますので、はい、ぜひその行方を見守っていきたいなと思います、
ということで、こちらのコーナーは、中国人富裕層の世界ということで、黄金茶室の松屋さんにお越しいただきました。松屋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お仕事です。